長安外の渋滞風景中国の自動車産業では、中華人民共和国の自動車メーカーや、他国メーカーとの合弁企業、提携関係など、中国の自動車産業全般に関わる事柄を、まとめる。国別の自動車生産台数の推移中国発の、国産乗用車後期 CA72AVV7S リンク &CO03BYD ハタプロ2013年現在、 中国は世界最大の自動車市場を形成している。1990年代以降、中国経済の発展に伴い自動車産業は急速に発展してきた。そして2009年には自動車生産台数世界一であった日本を抜いた。この背景には国内市場の需要の拡大がある。2009年には 中国国内の登録者数は6200万台であったが2020年までに2億台を超えると予測されている2013年時点で中国には100社以上の自動車メーカーが乱立しており中国政府は自動車メーカー乱立による生産性の低さや過剰生産などの問題を克服するために業界再編を進めている2020年10月 中国政府は新たなロードマップを発表し、2035年をメドに従来のガソリン車を廃止し、新車で販売するすべての自動車を HV、PHV、EV 等の環境的応車とする方針を示した。電気自動車やコネクテッドカーの分野は中国政府が補助金を投じて支援しており、習近平政権が掲げる産業政策、 中国製造2025の重点分野に位置づけられている。中国のテクノロジー企業、アリババ、テンセント、バイドは、豊富な資本力を活かし自動運転技術などで、国内メーカーと協業を進めている。中国の自動車メーカーの特徴として、海外メーカーとの合弁企業が多いことが挙げられる。これは、中国では輸入者に高い関税が課せられるため、 中国で販売を伸ばすには、現地生産が最も有効な手段なのだが、現地生産を行うには、中国政府の方針により、中国の自動車メーカーとの間で、出資比率50、50の合弁企業を設立することが義務付けられるからである。例外として、電気自動車などの新エネルギー車を生産する場合に、限り、一部地域で単独出資による会社設立が認められている。 この措置により、米テスラは外資系企業として初めて単独出資による工場を上海に設立した。2018年4月、中国政府は外資系企業による出資制限を2022年までに撤廃することを発表した。第一記者、上海議者、東風記者、長安記者、気づい記者の5社をまとめてビッグ語と呼ぶことがある。 ありがとうございます。